足早に改札口を通り抜ける人々。どこか懐かしい香りに足を止めるはず。優しくていい香り。誘われたのは待合室の片隅。そこには小さな立ち食いそば屋さんがあります。ネギ多め、まーるいナルト。朝6時から夜6時まで手頃な値段でそばを提供。お店を切り盛りしているのは3人の女性。この日の早番は創業当初からこのお店で働く白岩さんです。いろんな人と出会えるのも駅ならではですね。気をつけて、行ってらっしゃい。私すごい猫好きだったんですけどね、ここもお詰めするようになって朝が早くなったら全然気にならないので、何度でもね、早く起きるんですよ。いろんな人に会っていろんなお話が聞けるし、世界の人にも会えるし、みんなに喜んでもらってね、お蕎麦食べてますってね、いいお仕事でないかなと思いますけど。このお店にはたくさんの常連さんがいるみたい。何か魅力があるのかな。疲れたしょ。はいしょ、一日ちょっと眠いですね。そう、ね、早番の。この方は久保田さん。笑顔が優しい。お母さんみたいな人。元は美容師さん。なんでここで働くようになったんだろう。主人元気だったからちょっと商売してたんですけど、主人は3年目ちょっと事故で亡くなったもんだから、そしたらちょっと友達があんまりうちの中で悲惨でたのね、ダメだから表出なさいって励まされて、こういうところあるからね、面接に来なさいって。それで、毎日楽しく、周りの方もね、皆さんいい方ばっかりだからね、助けてもらいながら頑張ってますけど。そうですね、皆さんといろんな方とこう接して、毎日変化があって、顔見知りも増えましたし、お友達も増えたし、だからいろんな方の面が見られるし、楽しい楽しいですよ。久保田さんはこのお店で働いて元気を取り戻したそう。ここはお客さんにとっても店員さんにとっても大切な場所。駅が新しくなったらお店はどうなるのか、不安な気持ちは残ります。その年、駅前再開発の工事が始まりました。そして映画館やバスターミナルなどが入った商業施設が完成しました。稚内駅は遠慮がちに後ろに隠れてしまいました。新しく生まれたものともうすぐなくなるもの。新しい可能性があるっていう反面ね、
こで商売やっていけなくなった人たちが退いていくっていう、なんていうのかな、無念さ、そういうのもありますよね。ここがなくなったらね、もう本当ね、残念だからね、できるだけ続けてくださいって言われますよね。嫌ですね、なくなっちゃうのは嫌です、悔しいです、うん、そうですね、残してほしいですね、あった方がいいと思いますよ、うん、このお店で元気を取り戻した久保田さん、お金もなくて旅行したんですって。だけどもここで食べた味が忘れられないからって結婚してお子さん連れて家族連れで去年かな来てくれた人もいましたよ、うん、ありがたいですよね。何年か前来たからまた来て食べれるとかね。春に溶けてしまう雪のようにあの稚内駅もなくなりました。この新しい駅が人々に受け入れられるのか、愛される駅になるのか、それはまだ先の話。でもきっと大丈夫。日本最北端の駅、稚内駅。一杯のあったかいそばはもうないけれど、今でもこの駅は暖かく人々を迎え入れてくれるはずです。